仲良くしてください、フォローしてください。よいしょ。あれ、おとはちゃんって昨日来てくれたおとはちゃんだよね。インスタ入れた、フォローしたよ。おとはちゃんありがとう、嬉しい。かずまくんフォローしてる、嬉しい。あ、そっかそっか、そういうことね。ふう、あ、りほちゃん来てくれてる。りほちゃん、りほちゃんありがとう。昨日ぶり、今日はラジオです。今日はラジオ、ちょっと疲れたからベッドで寝っ転がりながら優雅にラジオ配信をしようかな。明日からイベント本番なので頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。待って、明日ファニコンの配信があるんだった。ファニコンのジバコさんとの配信があるから、ジバコさんとの配信が標準明日やばいやばい、何やってんの。あ、ちょっとコマちゃんがなんかしてる。よいしょ。ちょっとコマちゃんがなんかしてる。ちょっと待って、よし、コマ、コマをダメだよ、コマを変なことするなよ、よいしょ、コマをやめてくれ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。こんばんは、あ、ラジオ配信、声どうした、変、嘘、あら、半吉さんファイトありがとう、嬉しい。明日ね、8時からにしようかなって思ってる。明日、ちょっと待って、ちょっと待ってね。明日は、あ、待って、ファニコンがあるから、ファニコンが終わった後になっちゃうから、明日はファニコンが、7時から配信で8時まで、9時からだな、明日は。9時から11時ぐらいまで。今告知見た。明日はジバコさんとの配信、9時からだね、9時からやります。明日は9時から、9月明日からガチイベさん、参加、明日は9時からです。明日は9時から配信します。本当はインスタ11月で今日入れたから、インスタライブいつかしてほしい。インスタライブもいつかするね。え、なんかショールームよりインスタライブの方がいいとかある？明日は9時からです。明日は9時から、ファニコンが7時から。です。今日はラジオ配信、
けんちゃんだるまありがとう。あら、ビエイラさん来てくれてありがとう。めちゃくちゃ嬉しいわ。これから私と仲良くしてね。よろしくお願いします。来てくれてありがとう。カズマくん、ビエイラさんフォローしてくれたら嬉しいの。カズマくん、夕飯いいね、いいね、ね、いいな。そう、夕飯に呼ばれてしまう。家族と住んでるのか、いいな、うらやましいな。2、3、4、そうですね、頑張る。明日からまた気合い入れて頑張りましょう。イベントです、イベントですよ。ね、国分レイさんっていうさ、未来予測人みたいな人知ってる？よいしょ。うわ、カズマくんかわいい、ありがとう。え、すごいよね、すごいよね。あの、あれ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 、本当なのかな、あのあのあれ、国分レイさん、ツイッターで話題のさ、未来人、ツイッターで話題の未来人、国分レイさんは本物なのかしら、本物なのか、めちゃめちゃ気になります。本物なのか、気になって気になって、夜も眠れないっていうのはちょっと嘘、夜は眠れるけど気になる、純粋に気になるのよ。気になるよね、気にならないですか。めちゃくちゃ気になっておる。なになに、 DM とかで聞くと Twitter 凍結されるらしい。へえ、どういうこと。え、 Twitter 凍結される、え、どういうこと、どういうこと。安倍総理のもう2019年に言ってたね。え、どういうこと。 DM で聞くと Twitter 凍結されるの。 DM すると、え、どういうこと。DM するとそのアカウント凍結されちゃうの。怖くない？え、怖いね。国分レイさん、どういうことなんだろう、どういうことなんだろう。どういうことなの。話題の国分デイさん、マオもなんか TikTok 見てたら知って、ちょっと調べたらなんかすごいなって思って。え、本当なの、あれは。未来人っているのかな、未来人。コラナに Twitter の凍結ってなかなかだよ。そうだよね、DM しただけで凍結できるってなんかすごくない？その人何者？本物って思ってるよね。今初めて知ってみたらツイート面白いね。ね。この先のこととか聞くと凍結されるの。なんかブロックならまだしも凍結されんの？やばくない？
どうやって凍結されてんの？え、本物？国分レイさん。すごいな。ていうかさ、今日寒くない？今日めちゃくちゃ寒いって思うんだけど、私だけ？今日半袖半ズボンでさ、外に行ったらさ、寒くて、今帰ってきたんだけど、寒くてびっくりした。え？って思った。冬の、え、もう冬？もう半袖半ズボンダメな時期になっちゃった。なんかこの東京の温暖さ、すごい困ってますね。気候よ、安定してくれ。仕事中なんで無音です。そっか、こんばんは。ペヤングの在庫残り5個。ピエン、なんでそんなペヤング持ってんの。こんばんは。あ、イバさん、 EVA さん、今日も来てくれたの、ありがとう。こんばんは。国分レイさんが気になりすぎてやばいんですけど、私、国分レイさんが本物の未来人なのかどうかすごく気になって。時をかける少女じゃんね、未来から来たって、すごくない？時かけじゃないですか。光る汗 T シャツであった恋、誰よりも輝く君を見て、初めての気持ちを見つけたよ。始まりのページ彩るよ。占い雑誌。ダダダダダ。ダダダ。ダダダダダダダ。変わらないもの。ねえねえ、国分レイさんってどう思う？本物だと思う？偽物だと思う？どっちだと、うってってて、どっちだと思う？国分レイさんが気になりすぎる。こんばんは、業者さん。こんばんは。こんばんは。みんな来てくれて嬉しい。え、国分レイさんについてお話ししましょう。本物だと思う。音羽ちゃん本物だと思う。でもなんか偽物説とかも流れてない？ TikTok で。本物だと思う。本物の未来人だと思う。え、でもさ、そんなことできるの？え、そんなことできるの？だからこの世界に未来人が紛れてるってことだよね。本物だと自分から発信しない。え、のんのさんは偽物だと思うってこと？え、どうなのあれって。すごい私は謎だなって思っているんですけど、どっちなのって思ってるんですけど、どっちなんだろう。変わらないもの探していた、あの日の君を忘れはしない。多分非公開にして渡ったつゆを公開してるだけなんじゃない？信じられるんだが、私も偽物だと思う。え、そう、非公開にして当たったツイート、当たったツイートだけ、それ以外は消してって言ってるんだけど、マオもそうなのかなって思ったんだけど、その説 TikTok で流れてるよね。でもさ、凍結させる力あるってすごくない？凍結させちゃうのはすごすぎない？現代人だったら凍結させられないよねって思う。おとはちゃん、おとはちゃんとけんちゃんはなんで本物だと思うの？あれすごいよね。通報しまくったらワンちゃん。ああ、まあね、まあね、それはね、通報しまくったらタイムマシンがあるかもしれない。何個もアカウント持ってるから凍結できるんじゃないかな。何個もアカウント持ってるのか。タイムマシンがあったら夢あるね、それ。いや、いるってし、あれが本物だって信じたい気もするけどね。タイムマシンなんていらない、過去も未来も興味ない。
何あらあらあら、あれみんなはどう思う？え、そしたら過去人もいることになる。懐かしい曲、竹子太氏、ドラえもんはいらない。2019年に安倍総理のこと挙げているの見て本物って思った。あ、桜じゃない。未来なんて分かられたらたまったもんじゃない。なんで未来知りたくないのか。いや、すごいよね、過去に戻れるって。どうなんだろうね、気になりすぎる。俺はどこでもドアが欲しい。どこでもドアね、欲しいな。マオもどこでもドアが一番欲しいかもしれない。でもタイムマシーンあったらほんと夢あるけどな。時かけじゃん、時かけ現実版って感じだよね。2058年から来ましたって、すごくない？すごくないですか？すごいよ。タイムマシンと未来は自分で作るものだし、これからのこと分かってすごくなって楽しいのかな。未来必要と楽しくない。紀元前から来ました。嘘じゃん。それはどこかな窓も欲しい。何それ、どこかな窓って。未来ちょっと見てみたいけどね。魔王は未来見てみたいけどね。で、嫌な未来だったらその未来を変えるような動きを今するかもしれない。ハレルヤチャンスとかさ。あの人が未来人だったら夢あるな。あの人が未来人だったら楽しそうだな。こんばんは、黒滝さん。あの人が未来人だったら夢あるよね。眠いな、なんか今日は眠いな、眠いです。タイムマシンなんていらない。過去も未来も興味ない。いい未来見たら努力しないだろう。いや、でもいい未来 見ても変わらずに行動しないと、その未来が変わっちゃうから。未来見てあぐらかいたら変わっちゃうと思うから、ちゃんといい未来見てもその未来にたどり着けるようにその過程の努力はする。
でももし悪い未来だったらその過程の努力じゃなくて違う選択をするかもしれないな。ふぬけ愛人、そうね、眠いよ。眠いですね。今日から9月ですね。9月になってしまいました。みんなは元気にしてますか？私は9月初日っていうか夏終わっちゃったね。一瞬だったね夏。まだ夏遊び足りてないよ。っていうか夏を何にも満喫できなかったよ。夏が満喫できなかったよ。インスタのフォロワーがどんどん減っていくんだが、みんなフォローしてください。インスタのフォロワーなんでこんなに減るのってぐらい減っていく。俺は過去に戻りたい。過去に戻って何するの？過去に戻ってどうするの？のんのさんはコロナだな。何するの？のんのさんはもし過去に戻ったら。こんばんは。に備えてちょっと短いですが終わりにしようかなって思うんですけど、いいですか？終わりにします。明日21時。うん、急いで帰ってくるから、ファニコン千葉子さんとやってから。うん、早めだね。明日も来れたら来るね。おとはちゃん待ってるね、ありがとう。 Wi-Fi ちょっとどうにかするね。オッケー、じゃあ明日。終わり。ユミンチュさん寂しがってくれてありがとう。すごい嬉しいよ、そんな風に思ってもらえて嬉しいです。ありがとうございます。っていうわけで今日はねむねむのネームなのでおネームしようと思います。それじゃあまたね。いや明日は顔出すから、明日は21時顔出すね。バイバーイ。あ、ケンさん、ケンちゃん音符ありがとう。はい、またね、おやすみ。